皆さん、こんにちは、マーティンであるのミラクボーイ、キンです。今日はベンチャー企業とは何かちょっと勉強します。ベンチャー企業、新たな技術やビジネスモデルを背景に、既存の企業では実現が難しい創造的、過失的な成果を実現して図る、成長を計る企業、これすごいですね。やはり和製英語だそうでございます。これ定義があるそうでね、はい。ベンチャー企業と中小企業、規模は似てるけど全然違いますよね。うん、まず期間が短い創業家の、あとビジネスモデル、あとはリスクが第一、成長意欲。 やはりどういうふうにやるか大事ですね。やはり。出口戦略難しいし、あとはまあ、はい。設立時は確かに手続きがあって、法人化と法人形態、やはり、報道会社、まあ、株式会社は全然違いますね。株とかね、はい。あとは定価ですね。はい。あとは設立の流れは本当に作成しなきゃいけないです。あとはまあ、ーマナンス、まあ、必要ですまあ、審査の基準は株主数とか、 コーポレート、ガバナンス、およびいろいろですね。やはり株主総会でいろいろ決めなきゃいけない等の手続き。これ前も紹介したものではございます。取締役会と、はい。あとは資本政策、まあ、直接と間接金融全然違いますけどね。金融によって全然違いますけど。あとはエンジェル投資家、ベンチャーキャピタル、これ、いないけどしていろいろいますね。方法として。あとは、まあ、そうですね、はい。調達はいろいろ、お金調達大変です。株主いろいろ発行しなきゃいけないし。 その概要どんな形式かはいまあはい導入どういう既月なのか分からないです、まあ、制限とか取締請求権取得料項、拒否権いろいろあります、はい、これも政治的な話でございます、まあ、生産みなし生産とは株式の発行会社が買収された際に発行会社を生産したものとみなして投資家に分配することをいうんだそうですこれ大変ですね いろいろとはい、ストックオプションとは会社の役職員などが一定の権利公式館内においてあらかじめ決まられた権利公式価格で所定の数で株式を会社から取得することができる権利だそうです。優勝無償全然違いますねはい。いろいろ確かに契約も難しいもんです投資契約とかいろいろまあはい。投資契約株主間のいろんな契約もやはり時効によって気をつけなければいけないそうです。 取引法も金融取引法報取引というのがあって、これ大変なので覚えてください。というわけでベンチャー企業の基本でした。バイバイ。